ローディング完了。スタートしました。スタートを切れました4番インディーの武井隆史、そのまま行きます。そして5番のクリストレビュー川田優雅騎士も行きますが、外から14番帝王エナジー川津田彦騎士上がっていって、4番インディーと2頭並んでいます。その後3番手5番のクリストベリル、外から15番のロンドンタウンが上がっていって、2頭の間11番のオールドドリーム先行体制を取りました。これらの後ろに6番のオメガホビーをつけて、1、2コーナー中間から2コーナー4番インディー行きました。1番手3リード、14番帝王エナジー2番手リード、3番手に5番のクリストベリルで向こう正面、15番ロンドンタウン4番手、11番ゴールドドリーム前から5頭目、そのうちに3番中間サーをつけて向こう正面中間、9番佐藤北ターン、外からは13番マイクハラの中段、外箱の中6番のオメガフィールをつけています。その後ろ外に8番ウェスターエンド、内は1番タイムフライヤー、2馬身がいて10番ミズマ、16番ベンジェンス、あと2馬身がいて7番アンダーリーデル、そして12番のキングズガード、最高峰ピースオーマン2番のモズアトラクションです。3コーナーカーブを回っていきました。800はすでに切っています。先頭は4番のインディーでリードが必ず8番の線を切りました。3つ目で14番帝王エナジー、さらに外から15番のロンドンタウン、3頭広がっています。リード4番手5番のクリストベリル、その後は11番のゴール